こんな出会いがある。心躍る瞬間をショップチャンネル。時刻は午後3時となりました。皆様いかがお過ごしでしょうか。こんにちは、キャストの斉藤です。ここからの10分間はお茶行こうと題しまして、商品の販売はせずにお客様と私たちがより親密になれればという10分間をお届けしてまいります。さあ、この時間もですね、今週テーマを決めて皆様からの投稿をお待ちしていますが、今週のテーマはこちらです。忘れられないアルバイトの思い出を教えてくださいということでテーマ募集しています。投稿フォームはフリー記入欄も設けてございますので、テーマに縛られるずどんな内容でも皆様からの投稿をお待ちしております。そして番組で紹介させていただいた投稿者の方にはこちら番組特製お茶一行ステッカーをプレゼントさせていただけます。なんとステッカー反対でした。失礼しました。こちらです。あーすいません、お茶いこうステッカーを、ね、そうですね、お茶こぼれちゃいますよね。お茶お茶すいません。そしてメッセージの方は画面下の QR コードから募集しています。番組終了後でももちろん投稿いつの時期でもお待ちしていますのでお願いいたします。さあ、そして私ちょっと今週2回目なんですが、私のアルバイト、おととい担当した時はね、私は明治神宮の巫女さんのバイトをしてたんですが、今日はこちらです。大学時代はですね、試験監督のアルバイトをしていました。といっても何かのこう資格試験ちょっと忘れちゃったんですが、ちゃんと当時はですね、時報に合わせて時計をしっかりとですね、秒単位まで合わせてから試験を行うっていうことで、結構ね、皆さん真面目にこう試験受けてらっしゃる姿見てると、で、なんかこう5分前なのに全部消しゴムで消しちゃう方とか、始まってね20分ぐらいなのにもう見直しもせずにこうぼーっとしてる方とか、なんかいろんなね方がいらっしゃいましたがね、皆様からのアルバイトの経験まだまだ募集しています。さあ、では早速今日いただいた投稿をご紹介していきたいと思います。まずはこちらです。忘れられないアルバイトの思い出を教えてください。白熊くん様、何でもこなします。地元の味方家電電気屋さんでアルバイトをしていました。電気屋さんは器用で何でもこなします。エアコン工事をした家の庭の木の剪定、くしゃむしり、アンテナ工事をした家の雨どいの補修と掃除、お客さんの困りごとをすぐに見極め行動してくださいと教わりました。とても良い社会勉強になりました。ちなみにその電気屋さんは今でも元気に営業中。昭和44年創業、今年で54年。すごすぎる。本当すごいですね。結構やっぱ町のね電気屋さんってもう地元に根付いてますから、すごいですね。エアコン工事の他にもう今でいう何でも屋さんですよね。今でもそういうところでアルバイトをすると本当に社会勉強になりますし、なんかねできることもたくさん増えていこうで、さすがやっぱりね地に足がついて54年。ありがとうございました。お茶いこうステッカー差し上げます。お茶。さあ、そして続いてです。続いてはこちらです。なお様からです。市民プール、看護学校に通いながら市民プールの保健室でバイトをしていました。お、その頃は日焼けも気にせず真っ暗になっていた若気の至りですと。すごい看護学校ね、結構お忙しい中でも市民プールの、そうね、ちょうど保健室っていうところで、でよく白衣の天使なんて言いますが、もう日焼けしちゃってって若気の至りですっていうことなんですが、で結構もう市民プールのね監視員の方で真っ黒に日焼けされて、でもなんかそういう方見ると、あ、夏が来たなって思いますし、なんか季節限定でいいですよね。こう季節っぽいのもぜひ。ありがとうございます。なお様から投稿いただきました。さあ、そして続いてです。続いてはこちらです。パッチョ様、英語対応。とあるお店でのバイト、私は通販部門で海外メールの対応を担当していました。ある日店舗の方のバイトさんが私のデスクに来て、外国のお客様がいらっしゃってます、英語対応をお願いしますと言われました。英会話面倒だなと思いながらカウンターへ出ていくと、そこへ来店していたのはめちゃくちゃイケメンのブルガリア人でした。なんかいい匂いがしていました。鼻がいいですね。
ね、でも語学がご堪能だとアルバイトの種類もたくさん増えそうですし、ね、こんなイケメンのブルガリア人の方との出会いというのはなかなかないですし、いいですね、なんかいい匂いしているって、どうでしょうね、ブルガリアンローズとかの香りがしたんですかね。いや素敵、でもいいですね、やっぱ語学堪能って本当に羨ましいなと思うんですが、英会話面倒だなとか言ってみたいですね。私なんかドキドキしちゃいますが、パチ様ありがとうございました。さあそして続いてです、お茶。続いてカモミール様です。あ、2個、娘が京都の大学に通っていた時、お正月明けの20日恵比寿の巫女さんのアルバイトをしました。お昼ご飯を食べる暇もないくらい忙しかったらしいです。そうですよね、私もあの明治神宮という東京にある大きな神宮で巫女さんのアルバイトをしてたんです、話してたんですが、やっぱり、ね、お正月はものすごい忙しいですね。私あのおみくじ担当なんですが、もう番号を全部暗記してましたね。もう何番だったら この大吉だとか中吉だみたいな、こういう言葉が書いてあるって、もう全部暗記しちゃうほどでしたので、多分ね、あのカモミール様のお嬢様もお忙しかったと思いますよ、ね、でもすごいいい経験ですよね。こう普段できないこととかね、体験したことがないことをアルバイトでできたりする楽しさもありますし、ありがとうございました。さあでは続いてです、忘れられないアルバイトの思い出を教えてください。炭酸水様、あ、年賀状配達。初めてのアルバイトは郵便局の年賀状配りでした。慣れてきたと思った時、片手に持っていた手紙たちをばらまいてしまいました。すぐに担当の社員の人に電話をし、持ち帰って再配達をしてくれました。初アルバイトだったのでテンパっていましたが、優しい社員の方でとても助かりました。忘れはしない話です、とありがとうございます。結構あの社内でもみんなどんなアルバイトしてましたかみたいな話さっき盛り上がってたんですが、ね、ちょうど今日の担当をしてくださってる方も年賀状のアルバイトで、さっき初中見舞い の仕分けのアルバイトの方もいらっしゃって、ね、でも今もう結構年賀状を書く文化がどんどん少なくなってきちゃっているんですが、今もでもあるんですかね、この年賀状 の仕分けだったり配達ってね、結構いいですよね、短期間で。ということで炭酸水様ありがとうございました。では続いてです、ではちょっとこちらの投稿が最後かもしれません。九春到来様、いつもありがとうございます。ポロニガどうしたんだろう、短大在学中、帰省もしずに正月三が日老人ホームでバイトをしたことです。仕事はきつくもなく楽しく感じました。でも同世代の人たちが晴れ着を着て楽しそうにしている様子を見ると、悲しいというか寂しいというか何とも言えない気持ちになり、アルバイト代につられて帰省しなかったことをものすごく後悔しました。あの時の切ない思いは40年経った今でも忘れられないです。ありがとうございます。そうですね、あのアルバイトしたりしてる時に、私もね、あの花火大会が近くであった日にまんまとアルバイトをしてしまって、窓がない部屋の中で、ね、店番をするということ、すごいなんか悲しいなって思いでもありましたが、ね、でもこう三が日ちゃんとアルバイトをしてっていうところで偉いですよね。きっともうバイト代でもうこの後楽しいことたくさんされたと思いますので、九春到来様ありがとうございました。さあということで今日はですね、投稿はちょっとここまでとなります。そろそろお時間近づいてきました。ではちょっと明日の担当をご紹介します。明日まで忘れられないアルバイトの思い出を教えてくださいで皆様からの投稿を募集しています。そして、明日金曜日は尾形キャスト登場です。新テーマも発表になります。さあそれではこの後の番組です。あ、中井さん、さあこの後はですね、ギャルソンラレゾン、心を豊かに笑顔にあふれるコレクションということで、その水玉のドットのワンピースすごい素敵ですね。たくさん素敵な新作やコーディネートもゲストさん教えてくださるそうですので、ぜひこの後もショップチャンネルでお買い物をお楽しみください。それでは皆様、Have a nice day。 また明日もご覧ください。皆さんご存知ですか、ショップチャンネルではたくさんのニューブランドが続々デビューしているんです。それでは早速デビュー間近の